まず里と忍びについて語るには木竜の術、内葉と千住についてからだの婦人の術、獣の難を食ら木遁褒美の術か。もう主の立ち筋は読める。木遁補底の術か。これでもう掴むのは無理だぞ。どうする？口寄せ。これで軌道は変えられたか。柱魔、お前と本気でやるのは久しいからな。昔とは違うのが分かったろう。うちの努力を無駄にするのか。まだな。魔を侮辱するだけだぞ。お前に俺の、俺はお前を殺したくない。うさあ黙とん真数戦友。ヤツは友となった俺を完全に消すことにしたのだ。気づけば俺たちは互いに一族の長になり、一番遠いところにいた。そしてその頃、マダラも変わったのだ。永遠の万華鏡シャリンガンを手に入れてな。イズナはどうした？この前の傷が元で弟は死んだ。休戦協定の書状を送ったはずだ。内葉を守るならもうこんな戦いはやめようぞ。知らな。モクトン火事界降臨。けどまだな。もう戦いは無意味だ。ただなぜイズナは死んだ？貴様たちが、貴様たちが殺したからだ。黒人の術。柱魔。俺たちは友達だった。そして同じ夢を見た。いつまでガキのようなことを言っている。腹綿を見せ合うことなんてできやしねえのさ。一日続いた戦いの末、マダラは初めて地面に背をつけた。
まだだ。終わりだ。待て、時の間。なぜだ、兄者。今がチャンスだろ。手出しは許さ。長であるお前をやれば、お前を慕う若い内派の者がまた暴れ出す。もうそんな心のある奴はいねえよ。終わりにしないか。俺たちは約束したじゃないか。そりゃ無理ってもんだぜ。俺とお前はもう同じじゃねえ。今の俺にはもう兄弟は一人もいねえ。守るものは何にもねえ。それにお前らを信用できねえ。俺たちが腹渡を見せ合えるとすれば、今お前が弟を殺すか、己が自害してみせるか。ありがとう、マダラ。お前はやっぱり情の深いやつだ。いいか、飛び玉、俺の最後の言葉としてしっかり心に刻め。兄者、決してマダラを殺すな。今後内派と千住は争うことを許さぬ。もういい。お前の腹渡は見えた。俺たちは里作りを始めた。この葉、ガクレの里ってな、どうだ。見たままぞ。おかげとどう違うんだ、こら。てか、まだ治ってねえのか、その落ち込み癖。これから里作りが本格化するにあたって、火影も忙しくなる。この里を守る象徴だぞ。てめえの情けねえ落ち込み顔よりずっとマシだろ。そんなに情けないぞ。ここにいたのか。こんなところで何油売ってる。火の国の大名たちが階段に来る頃だぞ。扉間か。これは内派に代々伝わる石碑。動力が必要な特別な読み物、俺が解読できるところまでにこう書いてある。これは全てに当てはまる通りだ。別の捉え方だ。俺が何も知らないと思うか。扉場のことは俺に任せてくれ。お前なしではやれない。守りたい同族からも信用されていない。そんなことはない。みんなすぐに。あの時お前に弟を殺せと断定するべきだったのかもな。後のためにどちらを切れる。俺はお前のことをよく分かっているつもりだ。これ以上は無理。俺は別の道を見つけた。腹渡を見せ合ったからこそ見えた現実をどう捉えるかだ。俺の話を聞いているのか、マダラ。俺と対等に争えるのはお前だけだ。お前との戦いを楽しむさ。本当の夢ってなんだ。俺たちの目指したもんはこの里にあるんだろ。俺の後を追いかけても無駄だ。お前なら知ってるだろ。俺の後ろに立てる奴などいないと。だがマダラはかつての夢を潰すかのごとく木の葉の里を襲ってきた。無駄にするのか、マダラ。俺とお前が戦ったところで何も生まれん。この戦いは里と忍びを傷つけるだけだ。お前に、俺の、俺はお前を殺したくない。ボー木刀神数戦や。長寿をけぶす。お前が届かないのさ。立っているのは俺だ。梅を守りたいんだ。俺は随分と落ち込んで見えるぞ、柱間。俺が俺の里を守る。何がとえそれが友であろうと兄弟であろうと我が子であろうと。変わったな、柱間。本末転倒だな。
それが里の闇になる。そうしてマダラと俺との戦いは終わった。